埼玉県から来ました。高校3年生です。質問ではないんですけど、太郎さんに伝えたいことがあって来ました。7月の参院選の凱旋を生で見て、私は今の政治に目を本気で向け始めました。そこからというもの、辛い時には山本太郎さんの凱旋を聞いたりして、勉強をずっと頑張ってきました。そのおかげで念願の法学部政治学科に指定校が取れました。今も大変な道の途中ですが、7月の時は特に諦めかけました。でも令和新選組はずっと頑張り続けてる。そして何より7月9日にサインをもらった時に、持ってきたうちわに受験必勝って書いてもらったから、絶対合格するんだって思って頑張れました。また合格したら報告したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。高校3年生の方が会場に来てくださいました。ありがとうございます。しかもちょっと足を伸ばして来てくださったってことですね。ありがとうございます。参議院選挙の時ちょっと気持ち的にもしんどかったんだと。けれども何かこう頑張ってるおっさんたちを見たら力もらえたということですね。 ありがとうございます。でもすごいじゃないですか。この先、法学だったり政治っていうのを勉強できるチャンスが舞い込んできたってことですね。私はそういう基礎を持たずに政治の世界に入っちゃったので、ある意味でちょっと不安定というか、歩きながら知っていくしかないという状況にはあるんですけど、なので人生やり直せるならば、そういうような基礎を積んでから政治の世界とかに足踏み入れられたりとかしたら、もっと話に説得力があるのかもなとか思う瞬間はあります。でも、戻ることはできないので、今これを進みながらやっていくしかないかなと思ってます。なので、私から、今お話を聞いて、私からしたらすごく羨ましい、希望に満ち溢れていると思います。で、アカデミックな立場に立った上で、この国がどうなのかってことをなんか様々考えていくっていうポジションもあると思いますし、逆に政治の場に直接足を踏み込んで、自分自身がそのプレイヤーになるんだというやり方もあると思います。様々なやり方があるっていうか、政治に関わる。けれども、そういう目的意識というか、社会がやっぱりちょっとおかしいよねって思いから、その基礎をしっかりと学んでいきながら、先々どこかであなたが、政治の世界に関わってきてくれるってことを本当に心待ちにしてます。ありがとうございます。長野のおしゃべり会でお話をさせていただいた高校生です。政治学科に進学することが確定しました。自分が選んだ道が正しいかは今は分かりませんが、とにかく自分の信じた道を歩んでいきたいと思います。大学生になったら必死で政治の勉強をして、れいわ新選組を支えられるような人間になります。最高、待ってます。最高、ありがとうございます。次の方どうぞ。はい。